どうもこんにちは、戸高寿園です。いつも ご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、雨よけトンネル、そして、シャインマスカットの、5年生義の生育状況ということで動画を撮らせていただいております。現在4月の24日でございます。葉っぱが1、2、3、4、5、6枚転用しております。今年の防除指針としては6枚目で、防除しようと思っておりますので、また来週あたりに実施しようかと思います。こういった下水がもう小さいものは早めに私たちは取り除いております。またですね、ちょっと以前の動画では、第一下水と、第二下水があったら下の方をですね、上の方をこうハサミで切るとありましたけれども、このトンネルが120センチでございまして、今もう規格、この規格では販売していない、それくらい小さいですね、トンネル、雨よけトンネルになります。なので先端の方でですね、花を取ってしまうと誘引した時に、雨に当たるような場所にこう出てしまいまして、私たちは基部に近い方をですね、ちょっとこれからは残していこうかと思います。新生も長いものだと50センチ超えましたので結束していっております。肝心な下水ですけど、そうですね、今8センチぐらいになってますかね。去年500房ほど取れました。今年はそうですね、少し多めに600から700ぐらい。木の数はですね、生木3年生木が、10本ほどあるんですけど、なってる量がほとんど少ないので、生木が 4、5 本っていう感じですかね。はい、そこから取れる、シャインマスカットになりますが、ちょっと去年ならせすぎてですね、なかなか甘みが乗りにくい部分もあったので、もう今年は木に負担かけないのにちょっと量を減らしていきたいというふうに考えております。はい、2メーターに10房、そういうイメージで今年は、管理をしていきたいと思ってます。はい、よいしょ。はい、以上今日の4月の24日のシャインマスカットの生育状況と管理についてお話をさせていただきました。ありがとうございました。